はい、皆さんこんにちは、いちごです。本日は9月16日日曜日ですね。まだね、バイクの紹介動画を撮っていなかったので、簡単にね、サクッとね、撮っちゃいたいと思います。僕が乗ってるバイクは皆さんご存知だと思いますけど、ハーレーダビッドソン XL883L スーパーローですね。2016年モデルと17年モデルの大きな違いというのは、ABS ですかね。これはね、2017年モデルなので ABS が、標準装備ですね、されております。まず簡単に、そうですね、パパさん883ですね、 883cc で、トルクは、ちょっと忘れちゃったので、表記しておきます。で、馬力はね、ハーレーの方からね、公表されてないんですよね。まあ大体ね、ネットで調べると、まあ45馬力から50馬力じゃないのかっていうふうに言われてます。あとはそうですね、まあパパさんっていうか、まあスポーツシスターのほとんどが、シングルディスクブレーキになりますね。まずね、僕がカスタムしたのが、まあ僕の動画を見てくれてる方はもうご存知だと思うんですけど、まあよくタンデムをするんですよね。で、その883は、シングルシートなので、まずこのね、タンデムシートがオプションになりますね。とあと、ここにあるんですけども、タンデムのステップですね、これもオプション品になりますね、両方で。それから CC バーですね。であとはそうですね、まあ、ちょっと今この台を乗せっぱなしなんですけども、この下にね、リアキャリアをつけましたね。旅行とかね、結構行くことが多いので、リアキャリアも後付けでつけましたね。あとはこのカバンね、サイドバッグ、サドルバッグですね、このサドルバッグをつけるための、このステーですね、カバンをつけるステーですね。あとはですね、ハーレーダビッドソン純正の ETC ですね。 ETC と、マフラーですね。まあノーマルマフラーだと、まあ、やっぱちょっとハーレーらしくないので、僕は、クロムワークスの、マフラーにしました。まあもちろんモトブログをやっているので、バッフルは全開で入ってます。バッフルを抜いちゃうと爆音すぎてね、もう多分話し声とかが全く聞こえないと思うので、僕は、もうバッフル全開に入れてますね。あとは、エアクリーナーを、変更しております。で、インジェクションチューニングも、まあ、実際してるんですけれども、インジェクションチューニングの方はハーレーのメーカーのインジェクションチューニングとなります。っていうのも、まあ、このバイク自体ちょっと新車で買って3年間メーカー保証が受けられるんですけれども、他社のインジェクションチューニングをやった時点で、もうエンジンの何かトラブルがあった瞬間、もう保証対象外となってしまうので、まあそれはちょっとね、ハーレーのディーラーの方からね、まあやめてくれということで、純正の、インジェクションチューニングとなりますね。とあとはそうですね、ミラーとかはまあ普通のノーマルのミラーを僕はつけていますね。あとはまあこの USB と、まあ携帯ホルダーで、あとはそうですね、アメリカンタイプということでカールがやっぱついていないものですから、まあ僕はこの風防を、純正の風防ですねをつけましたね。まあこれは ETC の、チェックランプですね、これは。であとはそうですね、変えたとこか、風防と、そうですね、よく聞かれるんですけれども、ヘッドライトだけ、LED に変えましたね。もう買った瞬間に変えましたね。一回ちょっと光らしてみましょうかね。まあこんな感じです。今はねちょっとまだわからないかもしれないんですけど、夜間はものすごく明るいですね、これは。Twitter のフォロワーさんで
まあ、同じねパパさん乗ってらっしゃる方がね何人か見えるんですけれども、LED に変えてどうですかっていう質問をねよく受けるんですけれども、まあ LED はものすごく明るいですよ。変えて損はないですね。まあ大体そのハーレーの中でそのカスタムで一番最初されるのは皆さん、まあマフラーとエアクリーナー、インジェクションチューニングが一番初めだとは思うんですけども、まあその次ぐらいにちょっと優先順位をね、LED ヘッドライトに変えるのも手かなとは思います。まあ普通のねバイクとやっぱ決定的な違いは僕の中では2つかな。まあなんでねまずハーレーにしようかと思ったのはやっぱりこのロングストロークね V3 のエンジンでやっぱこの空冷のね鼓動感がものすごくやっぱ気持ちいいですね。低速で前の車がね、ゆっくり走ってらっしゃる方もね多々いらっしゃると思うんですけど、やっぱ今まではね乗ってたバイク車とかね法定速度40キロのところを40キロでね、まあ法律では間違いじゃないんですけど、まあ焦ってね運転することがちょっと多々あったんですけれども、まあこのバイクになってからもうね全然そのイライラすることがなくなりましたね。そのまあビッグツインもそうだと思うんですけど、ね、高速道路をかっ飛ばして走るバイクではないと僕は思っているので、低速でねやっぱこの気持ちいいねこの3000回転までの歩道感を味わってねゆっくり走るバイクだと僕は思っておりますので、まあそんな飛ばすことはないですね。僕身長がね176センチあるんですけども、両足べったりですね。ちょっとまた入れてみましょうかね。両足べったりのもうこんな感じですね。膝がこうもう曲がっちゃうぐらい、もう、これまあそのローダウンスタイルっていうんですかね、やっぱり、まあスーパーローっていうだけあって、このローダウンスタイルがまあまずね僕は、まあ気に入ったところかな。あとはこのハンドルですね。まあ昔ながらのハーレーっぽいね、このハンドルというのかね、このなんていうのかこのスタイルですか、アメリカンスタイルというのか、これも気に入ったところですね。あとはまあアイアンもねそのかっこいいと思ってね、僕も最初アイアンねちょっと傾きかけたんですけれども、そのねスーパーローとアイアンのねもう一つの決定的な違いというのがこのタンクですね。このボテッとしたタンク分かります？これねフューエルタンクアイアンだとまあ 12. ちょっとねしか入らないんですけど、スーパーロー と、あとスポーツスターの中では1200カスタムかながフューエルタンク 17.4 か6だったんですよね。でまあ大体ねリッター僕の場合で大体街中走行で23ぐらいですね、高速で25ぐらい走るので、まあ単純計算ね、まあ、20キロだとしても、まあ、17ねフューエルタンクが入るということは単純計算ね300キロは余裕で走れちゃうんですよね。まあ僕の場合はやっぱりそのロングツーリングっていうのがものすごく多くて、ね、一緒にねそのマッス行ってくれる方にねまあ、迷惑を極力かけたくないっていうのもありますし、まあちょこちょことねやっぱりそのガソリンを入れるっていうのもめんどくさくて、まあ僕はそのねやっぱ17リットルのフューエルタンクも、お気に入りのところですね。まあであとねこの買うときにこのスーパーローはやっぱりその1年にねまあ2台3台しか売れないですよっていうことをね今まあ去年ね買うときにちょっとねディーラーの方におっしゃられて、まあ言われてね、まあやっぱりねまあアイアンなんかどうですか、まあ48どうですか、まあねロードスターどうですかっていうふうに勧められたんですけども、まあ僕はもうガンとしていやスーパーローですと、だけどただねやっぱこれは展示車としてねなくって、まあ実物をねやっぱどうしても見たいじゃないですか。でね本当ハーレーのねディーラーを
まあ4軒ぐらい回ったのかな、その時、まあ、回ってやっぱスーパーローありますかって言ったら、いやー置いてないですねスーパーローはって、まあ、なかなか売れるバイクじゃないので、まあ置いてるとこは多分ないと思いますよって言って、まあ最後ね、あの家の近くのねハーレーダビッドソンねディーラーに行ったら、まあなんとこれが置いてありまして、これってスーパーローじゃないですかって言ったら、あそうですよって、いや珍しいですね展示車としてと言ったらね、うん、まあ珍しいからちょっとねシャレで入れてみましたって言われて、うん、でそしたらもうね僕、いやこれ欲しいんですけどって言って、もうその場で速攻契約でしたねまあそうですね、去年の10月の7日に納車して、もう1年ですか、まあ再来週のね、9月の29日に、1年点検持ってくんですけれども、1年で走った距離が 21,306km ですね。ものすごく走ってますね本当にはいね、うん、ハーレーの ディーラーの方もね1年間でこれぐらい走らす、ね、走る方は珍しいですねっていうことをね、はい、言われますね。あと何かあるかな、あそうですね、まあ2016年モデルからかな、まああのアイアンも一緒なんですけれども、ね、プリロードここ調整できますね後ろのね、さすが、まあ、だいぶ劇的に良くなったとは言われるんですけども、乗り心地は最悪ですあれは硬いです、さすが、もう僕はねどうしてもタンデムメインなのでさすがね硬くしてるんですけども、さすが硬いですね、乗り心地もね、あんまり良くないですね。まあそんなもんですかね、バイクの紹介は。まあ1年経ってねやっぱりまあいろいろね、まあ、愛着も湧いてるバイクでね、もう乗り潰すね、本当覚悟でね、まあ、このバイクをね買ったんですけれども、モトブログもするようになってね本当に、まあ楽しいバイクライフを送らさせてもらってますというところかな。まあ以上でね紹介動画は終わりたいと思います。じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。それじゃあねー、バイバーイ。